はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日日付はですね、2024年、令和6年の8月30日の金曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日はですね、 8月30日ということですから、子どもたちはもう夏休み、残すところ今日と明日ということですし、2024年令和6年の8月がもう最後終わるところとなりますので、今度明日明後日のですね、日曜日からも9月に入ります。で、東京あたり今日はですね、雨が降っていて、まだまだ台風10号の影響が、この気が抜けないというようなところで、本当にゆっくりとした速度で、北上というかですね、まあ、東に進んでいる状態です。私たちも本当に気をつけていきたいと思いますが、台風も少し勢力が衰えているということですから、今のところですね、東京あたりは雨が降っているところで、風はまだまだちょっとこれからかなというところで、注意を怠らないようにしていきます。で、今日ですね、自分なりに学びたい四字熟語については、スーパーライジン3ドーピング疑惑に学ぶ風声隠れという四字熟語を学びたいなと思っています。で、スーパーライジン3というですね、7月末あたりに行われた格闘技の大きな祭典でですね、この選手がこのドーピングをしたのではないかという疑惑が今すごく巻き起こっていて、かなりの話題となっているようです。個人的にはですね、このドーピング疑惑について、今この段階ではまだ白とも黒ともはっきりと確定してない状況なので、その結果についてどうこう言うつもりはないし、私個人がですね、どうこう言う立場にもありませんけれども、このですね、この楽しみにしていた人たちとファンだとか、それからですね、その選手を信じている人たちに対して、本当にですね、こういう疑惑が起こること自体が本当にもったいないことだなというふうに思ったりもします。で、風声隠れという四字熟語の意味を確認しておくと、このほんのちょっとした、気配とかですね、物音にもおじけづいて驚いたり恐れたりすることということで、風声という言葉についてはですね、風の音ということで、それから隠れという言葉については鶴の鳴き声という意味があって、戦いに敗れた兵士たちがですね、風の音だとか、それから鶴の鳴き声にも敵が来たのかと思って怯えたということから、この風声隠れという四字熟語が起きています。作られたということになっています。で、ですね、この兵に敗れた、戦いに敗れたということは、この格闘技としてこのドーピング疑惑が起こった試合に敗れたとか、そういうことではなくて、やはりですね、仮にドーピングをしていたとしてもしてなかったとしても、こういった疑惑が起こるということ自体ですね、風声隠れから言えば、ちょっとした話題だとか、自分に対しての何かメッセージがですね、ネガティブなものになっていないかということでビクビクしたりもするでしょうし、仮にですね、このドーピングをやっていたことで、ドーピングやっていたとしたのであれば、勝ったとしてもですね、いつ何時自分がそういうことをですね、どこかで言われたりすることがないかとか、後ろ指さされることがないかと考えると、ビク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 しなければいけないのではないかなというふうに思ったりもします。で、このですね、今話題の話については、ドーピングをやったのではないかという選手、それからですね、ドーピングを手助けしたという、人がいて、でそれがですね、この自分からその話をしてしまっていてですね、それが逆に火に油が注がれてしまっているというような深刻な状況になっているようです。本当にですね、気の毒だなと思うのは、その対戦相手というか、このドーピングしたと言われる選手にメインイベントでですね、KO 負けをしてしまった選手がですね、本当に人生をかけて、自分の全てをかけて行った試合にもかかわらず、そして自分はですね、KO 負けをして潔くそれを受け入れて、次の段階とかですね、その先に進もうとしている中で、せっかく自分が人生をかけて行った試合がこのような形でですね、いろいろと取り沙汰されてしまうということに関しては、本当にですね、心の底から気の毒だなと思ったりしますし、そういった舞台を作った主催者側の方もですね、予期せぬことでというか、最高の舞台を作って、そしてお客さんをですね、大勢集めて注目の一戦として世の中に映
ってきた中で、このようなことが、このような話が出てしまうということ自体、これから先についてですね、話題作りとしても本当に、マイナスになることこの上なくて、これから先の影響を考えると本当に甚大なことではないかなと思ったりもするので、仮にですねドーピングをしたと言われる選手が本当にしてないのであるならば、きちんとしたそれを自分なりに説明をすればいいだけのことだと思いますし、仮に手助けをしたという方がですね、それを自分一人では抱えておくことができないということで吐露してしまった、暴露してしまったということ自体も、これも今の世の中みたいな形で本当にですね残念ではならないなと思ったりしますし、暴露するぐらいであるならば最初から手助けなんかしなければいいのにと思ったりもしますし、で何にしてもですね、そういうことを格闘技とか人と人が命を懸けて戦うという中でチートというかですね、抜け道というか抜け穴みたいなものを探そうとする気質みたいなものが絶えないというのも非常に残念ですし、仮にそういうことを本当に行っていたらですね、本当にこれから先どんなことがあっても、ビク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 していなければいけないし、仮にそれがですね分からないまんま、表に出ないまんま、もしくは、グレーのまんまでですね、黒にはならなかった場合だったとしても、自分についた汚名というものを晴らすことはできないし、ずっとそれがですね、つきまとってしまうということを考えたら、簡単においそれとですね、命をかけて戦う勝負の中で、ドーピングみたいなものに手を染めるとかですね、それをにこうすがってしまうということ自体が、残念なことですし、これから先もですね、ドーピングの話が出るたびに自分にその話が回ってくるのではないかなということを考えると、風声隠れというようにですね、本当にこれから先ちょっとした話題だとかちょっとした話が全部自分に向いてくると思うと、本当にそれほど、ですね、自分が落ち着かないというか、心もとない気持ちをずっと持ち続けなければいけないということは、本当に自分の競技人生としてもですね、マイナスでしかないはずなので、そのようなことがあってはならないし、風声隠れのような気持ちにならないように自分自身と向き合って心と体を鍛えていくということが格闘技の原点ではないかなと思ったりするので、このですね、風声隠れを今日は学んでいますけれども、これからですね、まだきちんとした競技団体というか主催者の方から正確なアナウンスがいずれ出てくるでしょうから、その時を待ってですね、またそういう結果に対して当てはまるような四字熟語が見つかるようであれば、自分なりにまたそういう問題をですね、自分の身に置き換えて学んでみたいなというふうに思っているので、今日のところはスーパーライジン3ドーピング疑惑に学ぶ風声隠れという四字熟語を学びましたということでですね、今日も昨日の日経平均株価の終値を確認しておくと、昨日の日経平均株価の終値は 38,362円53銭、 38,362円53銭ということで、一昨日に比べると9円23銭のマイナス、9円23銭のマイナスということで、10円に満たない幅でのマイナスということでしたので、大きな動きはありませんでした。円ドル相場については、1ドル144円71銭から73銭、1ドル144円71銭から73銭ということで、おとといに比べると16銭の円安ということですから、円ドル相場についても大きな動きがなかったようです。で、今日音読の題材に取り上げたい一つ目の記事についてはですね、エコノミスト360度視点というコラムからタイトルを確認すると、メンタル不調と経済的困難の悪循環というタイトルで、東京大学教授の渡辺康虎さんと読むんですかね、渡辺教授のコラムでですね、メンタル不調と経済的困難の悪循環というエコノミスト360度視点からの音読の題材とさせてもらって学んでいきます。厚生労働省によると、精神疾患を有する総患者数は2020年で600万人を超える。単純計算では国民の20人に1人が何らかのメンタルの不調を抱えて受診していることになる。診断を受けていない人も多いと考えられるため、実際に症状のある人はさらに多いだろう。メンタルヘルスの悪化は大きな社会的な問題だと長らく言われてきた。経済的な影響についても様々な試算がされている。
日本でも患者数に就業率の低下などの仮説を当てはめた簡便な計算結果に医療費などの直接的な費用を加えた試算が複数存在する。しかしメンタルヘルスの悪化が経済主体としての個人の認知や行動、そして経済状況に与える影響はどのようなものだろうか。そもそもメンタルヘルスの不調が個人に与える経済的な影響や治療の経済的効果はどの程度分かっているのだろう。米国エール大学とニューヨーク大学の研究者らは、デンマーク政府の250万人分の行政データを用いて、精神疾患が長期のキャリアに及ぼす影響を分析している。労働と医療という異なる分野の行政データを個人レベルで接続することができるからこそ可能となる研究だ。この研究ではうつ病や躁状態とうつ状態を繰り返す双極性障害の受診者は10年後の所得を約 10% から 20% 低下させていた。そしてこの所得低下は20代の早期治療によって大幅に抑えられていた。一方、その改善の程度は個人の社会経済状態から大きな影響を受けていた。親の資産が上位 25% の患者と下位 25% の患者を比較すると、後者の改善の程度は前者の約3倍にもなった。経済的に困難な状況に置かれた人への治療が経済的に大きな効果を持つことを示す結果だ。別のエール大学の研究者らは、メンタルヘルスの悪化によって悲観的な思考が強まる傾向を定量化し、それが仕事だけでなく貯蓄や投資行動にも影響を与えるとする分析を行っている。この研究では悲観的思考によって将来の仕事や経済状況にも負の影響が及ぶことに加え、治療を回避、先送りすることで改善が遠のき、さらなる悲観的思考をもたらすという悪循環を分析の枠組みに取り入れている。マクロ経済全体に与える影響を試算したところ、その影響は総消費の約 2% にも達していた。その上で若年層の治療へのアクセス改善は経済的な効果が大きいことを示している。これらの他に経済がメンタルヘルスに及ぼす影響を調べた研究も多い。経済的な困難が発症の引き金になり得るため、最低賃金の引き上げが打つと自殺を減少させるという研究結果や、幼少期の世帯への現金給付が不安とうつのリスクを低下させ、その効果が成人後も続くといった研究も知られている。早期発見、治療の医学的な重要性は従来から言われてきた。経済的な要因は発症に関わることに加えて、早期発見、治療は経済的にも大きな効果を生む。経済的な困難と早期の発見、治療をより結びつけた対策で状況が改善することを願いたい。ということでですね、メンタルヘルス、メンタル不調とですね、経済的効果、経済的困難の悪循環ということで、確かにいろいろな意味でですね、やっぱり、メンタルでもですね、強い人はどんどん強くなって、それが経済的にも、いい意味での循環になっていくし、やはりメンタルが弱い人はですね、いろいろな意味でメンタルに関わらず体だとか様々なところでなかなかですね、こう強みが発揮できないという方自身がやっぱり悪循環になってしまうということもあるかもしれませんけれども、そういう自分と向き合って冷静にですね、それがいいとか悪いとか人と比べてどうこうではなくて、自分にとってそれがどのような状態なのかということを冷静に受け止めて、ではどうしたらいいのかということを考えるようになるきっかけさえつかめれば、いろんなことでですね、その収入だとか経済的状況が別に年収だとか収入、それから持っているもので比べられるものではないので、幸福度とはまた違う意味で自分自身の体調をしっかりと保つということ、また自分自身がですね、向き不向き得て増えて、自分の状況を冷静に受け止めて、そしてそれを受け入れてですね、承認してあげる、自分なりに承認してあげるというようなきっかけをつかむことができるのが一番ですね、理想というか、好ましいことであって、誰かと比べて収入が多いから高いから少ないからいいとか悪いというような考えを持っているうちは、どんなに状況が良くなっても上には上が見えてしまうし、どんなに状況が悪くなったにせよ、自分自身でできることは精一杯やっているというふうに思うことができれば、それはそれで素晴らしい自分なりの精神状態を保つことができるようになるとも思うので、
まあ、一喜一憂することなく長い人生を自分と向き合って、そして自分をですね褒めてあげていくということが大切なのではないかなと感じました。そして金曜日ですので、いつものヒットの薬というコラムからですね、今日はタイトルが女性に刺さるプロバスケというタイトルで、今日もですね中村直文さんのコラムとなっていますので、 B リーグのファン作りということで上編ですから、また来週にもですね下編とか中編があるかもしれないので、こちらまず今週はですね B リーグのファン作り上編で女性に刺さるプロバスケというコラムを音読しておきます。7月にバスケットボールのパリ五輪前の壮行試合を観戦した。バスケとは程遠い人生だったが、開催地の有明アリーナを訪れると驚いた。とにかく女性ファンが多いのだ。しかも日本代表のユニフォームを身にまとい、応援の熱狂もすごい。女性ファンの存在感が大きい背景には、2016年に発足した B リーグの存在があるのだろう。スタートから8年、プロ野球、サッカーに続く最も若い日本のプロスポーツリーグだ。昨シーズンの入場者数は過去最多で、 B リーグ一部の開催試合で8割が満員になった。会場入場者の5割超の女性ファンが盛り上げを牽引している。 B リーグの島田慎二チェアマンに聞くと、発足直後から若い世代を重視したが、必ずしも女性を強く狙ったわけではないという。スマホファーストで積極的にデジタル技術を使う一方、地域に根ざした地道な活動という相反したマーケティング戦略でコアファンを増やしてきた。日本バスケットボール協会によると、女性の競技人口は23万人近くと全体の約4割を占める。野球やサッカーより女性比率が高く、そもそも競技への深い知識と高い関心が揃った肥沃な市場があったわけだ。確かに中学高校時代を振り返ると、バスケ部は女子スポーツの花形の印象があった。島田チェアマンはこの優位性をベースに、さまざまな女性ファン作りの要件が重なっているという。一つは、ゲームは屋内のアリーナで日焼けなどを気にしないで済むこと。風雨もなく髪型や化粧が崩れる心配もない。次にヤジが少ないこと。最近でこそ野球やサッカーでも減ったが、かつては当たり前だった。プロ野球でバッターが打てないと金返せ、カカシかなど、ファンから愛の鞭も飛んでいた。3つ目は、野球やサッカー以上に地域に根ざしたプロリーグという顔だ。全国各地でクラブが増えている。大手企業のスポンサーも重要だが、頼りすぎると経営に影響を受けやすくなる。安定成長にはファン、地元企業、自治体など幅広いステークホルダーとの深くて広い連携が欠かせない。女性ファンの多さは幅広いスポンサー集めにもプラスになる。例えば家族の車の決定権は女性にあることが多い。地元の車ディーラーがスポンサーになりやすく、事業基盤の安定につながる。あと B リーグがこだわるのは社会貢献の活動だ。島田チェアマンはこれからはゲームをするコートの上だけでなく、持続可能な開発目標 SDGs や地域貢献など、オフコートのクオリティを高めていかないと長期的な成長は難しいと語る。選手会による被災地の支援、バスケをしながら防災知識を学ぶイベント、フードロス対策、ゴミ拾い、食育、チャリティー活動など幅広い。女性ファンが多い理由はここにもある。エンタメとしてのバスケを楽しみながらも、身近な世界へのこだわり、いたわり、こだわりはファンの参加意欲を高める。人気アニメ機動戦士ガンダムはテレビ放映が始まって間もない頃、視聴率がパッとしなかった。しかし継続できたのは女性ファンが意外に多く、制作陣が成長の可能性を感じたからという逸話が残る。戦いとは2手3手先を考えて、ニュータイプのファンダムを作り上げることだということでですね、ちょっと最後ガンダムと絡めるところは、若干個人的には無理があるかなと思ったりするところもありますけれども、あとはですね、B リーグはあまり関心が個人的にはある方でありませんけれども、ダンスのプロリーグ D リーグというのも、まあ、何年か前に発足をして、そちらもですね若いファンを捕まえて、非常にこれから有望な、このプロ市場となっていく、プロスポーツ市場となっていくということで、今年のパリオリンピック
ックでもですね、ブレイキンが採用され大変な人気となっている中で、 D リーグも大変な盛り上がりということですから、 B リーグ、 D リーグ、それからバレーボールも V リーグみたいなのがあったと思いますけれども、まあ、こういうことでですね、サッカー、プロ野球に含めてどん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 こういった選手たちが活躍できる、まあ、プロ市場というものができてくることによって、応援する活動、そして体を動かすこととかですね、スポーツ自体は見るスポーツ、応援するスポーツ、それからですね、まあ、いろいろな意味で、スポーツツーリズムみたいなものもあったり、市場、まあ、眠っている市場とかまだまだですね、掘り起こせる市場はたくさんあると思うので、いろいろな意味でスポーツというものに関わり、見て、自分も行って体を動かして、そして、まあ、経済的な効果も生んでいくということで、自分たちのですね、体を動かしたら仕事も張り合いが出てくるし効率も上がるというような意味での循環になってくるのではないかなということで、来週またですね、この、B リーグに関する、可変とか中変が、あったらですね、他の記事との兼ね合いで、音読できると、いいなというふうに思います。ということで、今日2024年令和6年の8月30日の、金曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。